元気を。区解禁覚醒させたのね。そうなんです。これで一緒に演奏できますね。あ、ニオさん、私嫌なこと言いました？うん、違うの。じゃあ一体どうしたってんだ。おいおい、 言ってこなきゃわかんねえぜ。攻撃するの。え？あなたたちの中で流れる旋律、私大好きよ。でもまだ優しい音色しか聞いてない。私あなたたちの音色、 転生機を覚醒させた人の中の音色を全部ね、聞かせて。 あなたの旋律全て聞きたいの。 喜びの導きをくれ。じゃあ力を得た。覚悟はいいな。改心と化せ。これ、おしまい。座して恐怖せ。手加減なんていらない。 星々の声は混流となって響くわ。聞いてみて。星々の声は混流となって響くわ。聞いてみて。覚悟はいいか。焦りを引き生み出します。落ち着いて。 一瞬で一過性に上げ、伝説ギャル。妖刀の加護に闇打ち払うアレキサンダルプラスマ。これが星々の声は解禁、混流となって響くの。聞いてみて。 星々の声は混流となって響くわ。聞いてみて。座して恐怖せ。喜びの導きを。じゃあ、お姉様に任せときな。これおしまい。
あなたの旋律は。不思議。戦っている時も、あなたの感情が奏でる旋律は、不思議と美しい。その旋律が歪むことって、あるの？ニオさん、お願いです。もう、終わりにしてください。二人が戦うところなんて、私、見たくありません。ふぅ、おいらぶったまげたぜ。いきなり琴姉ちゃん襲ってくるから。なあなあ、なんだって琴姉ちゃんがこいつと戦わなきゃいけなかったんだ？ニオさん？怖かったの。怖かった？私、人の考えてることが旋律として聞こえてくるの。優しい旋律が突然変わるのが私は一番怖かった。ねえ、この間の約束覚えてる？どうして？嬉しい。一緒に演奏する。あなたと一緒に演奏したかった。あなたが。ごめんなさい。私、あなたたちの間に流れる線。ねえ、私も一緒に。十天衆ってとんでもねえ連。お？照れてるの？